400年頃のイタリア道長官管轄区内のイタリア食料供給管区とイタリア首都近郊管区イタリア首都近郊管区はコンスタンティヌス一世は二つの管区に分割されていた。しかしイタリア食料供給管区とイタリア首都近郊管区は一人の管区大管により支配されていた。この管区大管は管区大管の中で最も高い分管職だった。 事実上ダイアシスであるために、しばしば不適切ではあるがダイアシスと呼ばれた。イタリアシュト近郊管区は、中南部イタリアとシチリア島、サルデーニャ島、コルシカ島を含んでいた。シュト近郊管区と食料供給管区の間は、アルノ川とエイジの川に置かれた。管区住民によって支払われる穀物と食料品で納品される税金は、 基本的に、ローマ市の市民の食料として利用された。管区で最も高い文化食は、ローマ市に住むウィカリウムウルビスロマエだった。その役職の期限は、セウェルス町のこの絵長官代行であり、ローマに、この絵長官が、不在の場合に、この絵体を指揮し、この絵体を指揮する、この絵長官に置き換わった。コンスタンティヌス一世は、ローマにおける反乱や、 この絵体がマクセンティウスを支持して、ローマが敵側に脱手されることを防ぐために、ローマ氏を武装解除し、ローマのこの絵長官代行を首都ローマ大官に置き換え、軍事力を奪って、イタリア首都近郊区の最も高い文官職を作ったのである。ベローナリストの時代には、おそらく一家の所属州から構成されていた。トゥスキアとウンブリアカンパーニア・アプーリアと、 カラブリアルカニアとブルッティー・シキリア・サルディニア・コルシカ、ノキティア・ディグニー・タートゥムの時代には、以下の俗州となった。トゥスキアとウンブリア・ピケヌム・キンコ・ウアレリア、カンパーニア・サムニウム・アプリアとカラブリアルカニアと、ブルッティ・サルディニア・コルシカにシローマ帝国の滅亡後でさえ、カンクは生き残った。実際、6世紀末か7世紀初頭のビザンツ時代に、 この絵長官代行の教皇宛書官がジェノバとローマの大官やビクエリオイに言及している。しかし、6世紀末にはビクリアスの地位は特権の多くを失ったが、この原因としては、軍官が日常的に遂行する職務能力をしばし代行する軍官の重要性が強まったことと、ランゴバルド族の達成によるところが大きい。すでに東高等王国時代に、 首都ローマカンク大官は、カン区政府を失って、ハートマンによれば、ローマ市長官の協力者となり、カンク大官の管轄範囲は、ローマ市と永遠の都から40マイルの地域に縮小されていた。ハルツマンの説に対してコンセンチノは、557年には、まだ大官は、ローマ市長官に依存しているのではなく、道長官に所属している、と指摘している。世紀末、ビザンツ時代には、 大官は、財務だけを扱い、古代の職権をほとんど失った。6世紀末には、首都ローマ官区大官は、ローマ市長官よりも重要性を失い、資料には登場しなくなった。ABCDECFR、ラライガニザチオネアミニストレイティバデル、イタリア、コスタンティーノ、ローマ、イルセナトイリ、イキリブリーデル、イタリアローマーナ、エントリーインザエンセクリペートやイタリアーナ。 ジャイエヴァニップ136一次資料であるベローナリストは不完全なリストでありこの資料によればイタリア関区は16の属州に分けられているが以下の他の資料によれば8つの属州しか報告されておらず相違があるローマ大学のピアーフロンチェスコ・ポレナ母相違のある4つの属州カンパーニアアムリアイラグユーリアシチリアとサルデーニアについては転写の際の誤りと 推定し、カンク属衆は16ではなく12に修正している。一方、ジョーンズボリューム3、P384 は、エミリアイ・ラグユーリアとピーチェの及びフラミーニアは、ベローナリストの時代に分割されたものとし、さらに3にを追加して、カンク属衆数は15であるとした。彼は、レジアがコンスタンティヌスの時代にすでに2つの属衆に分割されたと想定すれば、 16属衆に達することも可能であると中期している。しかし転写の過程の模記で数値が16となったということが最もあり得そうなことである。大ヘルピー161コス128八大ヘルピー162二大ヘルピー161コス128八大ヘルピー162二大ヘルピー165 16ありがとうございます。